続いてコロナでどんな影響があったのか聞いてみましょう。そしたらちなみになんですけど、そのコロナの影響とかってお店受けてるんですか？はい、それ大変だよね、この時期やってるの ね、 うね、うん、どういった影響よめよいとても影響を受けてるわ。政府の方針でお店が開けないですし、屋外の方も入ってこれないから約3分の2お客さんが減ったわ。たくさんよ。出張の方よ。最近は開けてるわ。2ヶ月前から。そうなのよ。去年の5月、コロナが蔓延しだした時から閉めたのよ。警戒レベル第3級が出たあの頃よ。1ヶ月半閉めて以来、その後ずっと景気が悪い状態よ。5月はお店を全く開けてないのよ。コロナでここまで来てるんですね。大きい。ここ、いや、一番最初に切られる場所ですよ、夜の仕事は。うわ、大変ですよ。大変大変。中にはやっぱり子供抱えてる子とかね、大変な子いっぱいいるもんね。そうですね。じゃあこれからうちのプロデューサーと一緒にたくさん来ますんで、プロデューサーがお願いしますんで、よろしくお願いします。楽しみにしてます。苦笑いしてますね。クッション。行くときは僕も誘ってくださいよ。バーに来たのでせっかくなので歌っちゃいましょう。日本式バーといえばカラオケですよね。ママさんとデュエット最高に楽しそう。でもママさん歌うますぎでしょう。部長が下手すぎるのかな。ちなみになんかこう今でも空いてるとか今やってるお店とかあったりするんですか。ねえ、やっぱりそのコロナの影響とかで結構いろんなお店が残念ながらなくなっちゃったんですよ。あ、そうなんだ。だけどそれでも1軒2軒あるよね。そうです、うん、あそこのミータイムのお店とか。ミータイムね、おいしいミータイムがあるわよ。何それ、何のお店なんですか。なのでミータイムって米で作ったおうどんなんですよ。それのおいしいお店がすぐ近くに。そこのお店ってね、夕方からしか開かなくって昼間やってないんで。そうなんだ、まあ、その代わり朝までやってるんだよね。そう、朝まで、朝までやってるんだ。だから5時までかな、外れがない。なるほど、ね。まあ、本当にザ・台湾っていうお店なんで、うん、そのなんていうか駐在員さんよりも出張者が喜ぶ。あ、なんかこう、あ、ローカルって感じで喜んでいただけるんで、そういうとこ。駐在員さんだとちょっと洒落たパブとかそういうとこのが良かったりするけど。なるほどね、うん、出張者は嬉しいみたいね。どうや、うん、え、ちなみに今そこ行けたりします。もうやってるから行けるよね。もうやってるわよ。お腹空いてきちゃったね。ミータイム行ってみる。行ってもいいですか。もちろんいいよ。いいんですか。あ、いい、行っていいですか。じゃあお連れしましょうか。はい、あ、じゃあお願いします。はい、じゃあ行きましょう。ということでママさんたちが営業後に夜食を食べるために行くお店へ連れて行ってもらえることに。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、私も。いや、飯食いに行くっつったじゃないですか。あ、そうだっけ。行くんですよ、ほら。ありがとう、ありがとう、酒屋さん、バイバイ。バイバイ。バイバイ。はい。ソフィーママ、どうもありがとうございました。
さあということでね、僕たち今やってきたのはフォアデン中さんでね、あの皆さんおなじみ の, じみの、ね、はいバーでございます、シュガーでございますね。はいはい、ここね六条通りで、うん、私のお店も2軒ここの六条にあったんです。ちょっと懐かしいんですよ。当時からあったんですか、お店は。このお店はあったんですけど、はい、シュガーというお店はありましたけど、なんか中の雰囲気は当時と全然違いますね。なるほどね、はい、やっぱ変わってるんですね。変わってますね、はい、やっぱり、ね、入れ替わり激しいんですよ。そうなんですね、うん、なるほどね。はい、ちょっと僕たちは腹ごしらえしに行きましょうか。わかりました。行きたいと思います。行きましょう。ソフィーママのお店で日本式バーの内幕についていろいろと聞いた高志部長。ここからはママさんたちが営業後に実際に食べている夜食を皆さんにご紹介します。リュウハさんも現役時代通っていた40年以上の老舗店なんですよ。さてですね、ミンタイムを求めてやってきたんですけど、先生すごい懐かしい。懐かしいですね、やっぱり、うん、やっぱりね、よく仕事終わって来てたんで、はい、すごい懐かしいなと思って、はいはいはい、なるほど、ね、嬉しいですね、こう今も元気でやってる様子見るとね。いや、もうなんか見たことない。食べてみて、これがミンタイムですね。ミンタイムって言ってね、お米でできたおうどんなんですよ、はい、うん、ちょっといただきます、うん、食べてみて。うん、美味しいでしょ。うん、うどん、うどん、日本のうどんの味がするでしょ、うん、それで結構こうこれコシもあるし、でうどんよりもっちもち麺が、あとスープもちょっと薄味で、はいはい、いけるでしょ、うん、おいしい。絶対ね、これね、飲んだ後夜食にいいのよ。いい、日本人ってラーメン食べるじゃないですか。そうそうそう、あまり脂っこいんですよ、ラーメンって。ちょっと胃にもたれちゃうよね。そう、でもこれちょうどいいですね。あとさ、うん、お椀の大きさもいいよね、ちっちゃくて。そうですね、そうですね。で、あとこれも食べて。これね、これね、あの、うん、紅麹でできたお肉、豚肉なんですよ。はいはいはい、紅麹の。すごい、いただきます。このまま食べて、味ついてるから。はい、あ、おいしいの。うまっ。なんかちょっと唐揚げみたいな、うん、ね、食感はちょっとなんかベーコンみたいな、うん、太いベーコンみたいな、しっかり噛み応えがあります。うん、うん、味もついててね、うん、これ日本人絶対好きですね、この味。2つとも。そうなんですよ、うん、いけるでしょ。うん、本当に美味しい、うん、あ、でこれが先生が当時食べてたセットなんです。そう、あとね、この、うん、あのたらこ、たらこ、たらこなのよ。これね、このマヨネーズつけるところが日本式じゃなくって味噌なんだけど、見てこれ、食べてみて。たらこだって思います、うんうん。美味しいでしょ、なんか、うん、たらこでしょ。たらこの味がする。焼いてお醤油かけて食べたい気もするけど。そうですね、でもいけるでしょ。醤油持ってきたらいいかもしれない、ね、自分でね、食べて。なんかね、うん、こういうお店って、うん、その中国語できない人とか観光客の人ってなかなか来ないじゃないですか。あ、そうです。だからその出張者とかが台湾に来た時に、うん、私たち地元の人間とかシャオジェがね、この日本からの出張者、お客様をお連れするとすごい喜ばれるわけよ。絶対嬉しいと思う。そういうので、飲んだ後ちょっと小腹が空いていて、はい、ですごいザ・台湾って感じでしょ、うん、それが喜ばれるわけよ、うん、でね、私たちもこういうお店だと色っぽい雰囲気にならないから、この後ちょっとホテルにおいでよとかね、僕の泊まってるホテルにおいでよとかならない雰囲気って。絶対ない。そうそうそう、絶対ならない、ね、パブとかだとちょっとこういい雰囲気になっちゃうんだけど、なんかこれあの美味しいよねみたいな、うん、それでじゃあお腹いっぱいになったから、じゃあタクシーに乗ってポーン、はいバイバイとかできるわけよ。なるほどね。え、でも絶対満足すると思う。そう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 、それでもやっぱその台湾のちゃんとしたこのローカルのお店も味わえて、で日本人の可愛いお姉さんたちと、そう、姉さんたちと、そう、飲めたらもう、ね、絶対嬉しいと思います。そうだから、こういうとこにね、その仕事が終わった後に、うん、アフターでご案内したりしてたわけですよ、ね、自分たちも安全安心ですし。そうそうそう、で歩いて来れるしね、来れるし、なるほど、なるほど。でもね、懐かしいですね、こういうとこ来ると、ね、はい。ちなみになんですけど、うん、先生、25年前にこうお店開かれた時って、うん、他の日本人の方もいらっしゃったんですか。全然いない。まずリンセンペルーで日本人って言ったら私一人。そうなんだ。今はたまに留学生のアルバイトさんとかいるけど、はい、私の時にはアルバイトさんもいなかったから、本当にママ一人、突然一人日本人が現れたって感じ。すごいですね。で、今みたいにラーメン屋さんとか居酒屋とかもいっぱいあるわけじゃないから、はい、本当に珍しかったのね、うん、で、私自身はちゃんと外国人投資法 FIA 投資で会社を開いてお店を開いてたので、法的に何の問題もなかったわけ、うん、居留所も持ってたし、はいはい、だけど近隣のお店がね、
なんで日本人が店なんかできるんだよってなって、そんなことあるの、あっちこっち密告されて、もうどんどん警察が来るわけよ。マジもういっぱい警察来て、どれだけ来るのって。あとね、看板も割られたり、看板は2回割られたかな。ママ大変ですね。大変だよ、本当に大変ですね。そまして日本人って、初めての日本人ってことでみんなが注目したから、本当に注目されて、もうね、アイドルみたい。アイドルですね、当時のアイドルなんですね。そう、インセンベイがアイドルだったり、そうそうそう。なるほどね、そういう時代もあったんですよ。あね、まあ、でもね、私ももう絶対に、うん、そのいつまでもやらないと言って、うん、満20年で全部引退して、ね、もうすでにね、引退して5年経ちますのでね、懐かしいんですよ。なるほどね、うん、引退して5年経って、今はこのびっくり台湾で、はい、僕といつもこう頭を叩き合ってね、ボケに行っているということで、ありがたいですね。ありがとうございます。本当にこんなね、はい、素敵な大先輩といつもロケに行けて、台はつけなくていいから。あ、そうですね、先輩とね、はい、お姉様といつも行けて、はい、ありがとうございます。これからもどうぞ何卒よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。じゃあいただきましょう、はい、いただきましょう。私もそれ続けて食べたいと思いますんで、はい、皆さん今日はね、この辺でということで、じゃあいつかカメラに向けて、はい、せーの、バイバーイ。バイバーイ。先生とゆっくりアフターです。そうです、先生とゆっくりアフターです。アフターしよう、アフターアフターしましょう。はい、はい、いただきます。いただきます。哇，时间过得好快哦！看完我们节目还喜欢吗？喜欢的朋友请记得订阅国新卫视 YouTube 频道，并开启小铃铛，才不会错过台湾好资讯节目的最新通知哦！也欢迎在底下留言告诉我你们看完节目的感想哦！还有，如果还没有 follow 比克利台湾台湾好资讯的朋友们，请扫描以下 QR code 到我们粉丝团来按个赞哦！赞赞！啊，赞啊，赞赞，你看，可以的，加油啊，拜拜。